狂気が包丁つうのは分かったけどさ。だからどうしたってのつうかさ、結局のところ、苗木が犯人なんだろけど、これ以上話し合ったって、どうせ結論は変わんねえって。確かに狂気は包丁みてだけどさ。それがどうしたってのやっぱ苗木が犯人なんじゃん。えっと、念のために聞いとくけど、桜ちゃんって、ですよね。だったら、 どうして髪の毛が落ちてなかったんだよ。自分の部屋のドアを壊すはずねえってかでも壊すしかねえんだったら壊すだろ。ありえねえってほどじゃねえだろ。その時犯人がドアノブを壊したんだろ。シャワールームには鍵がかかってたからな。はドアの立て付けとりあえずで、いいんだ。前園が部屋の鍵を落として、それを犯人が拾ったんだろそ、そんじゃ、誰がやったっつんだよ。前園の骨折が模擬刀のせいって、 なんでそんなことがわかんのはなんで考えられねえんだよけなされてんだろ明らかに犯人を決めろっつってもよ。もう新しい手がかりがないんだぜ。ダニー。なんつったな、な、何言ってんだよ。たまたまだって。たまたまそう見えただけだって。偶然の産物だっつうの。なもん、ただのこじつけじゃねえか。俺が犯人だ。 敵そんなこと言うんじゃねえってはな、な、な、なそ、そうだワイシャツを着てる奴なんて、俺以外にもいるんだそんな燃えかすだけじゃ、誰のもんかなんて、わかるはずねえだろそ、そうか。なるほど。俺にはわかったぞ。トラッシュルームの鉄格子を開けなきゃ、焼却炉には近づけねえし、あの焼却炉のスイッチも押せねえはずだよな。そんで、そのトラッシュルームの鍵は、 掃除当番が持ってんだったよなつまり犯人は掃除当番ってことになるよなトラッシュルームの鍵は、掃除当番が持ってんだったよな焼却炉に近づかなきゃ証拠隠滅なんてできやしねえつーことは、犯人は掃除当番だお、おい、何言ってんだよ。いや ちょっと待てってそ、そうだそんなの不可能に決まってんじゃんば、バカ言ってんじゃんねえってふ,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 ふ、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 ふざけんな俺は、俺は、犯人なんかじゃねえっつーのつーか、今の推理だって全然間違ってんだよこのクソボケうくためだから何が終わりだってんだよ反論が。 あるかってあるよあるあるあるに決まってんだろうがつーか今のって全部推論だろ証拠がねえじゃねえか証拠がや証拠がなけりゃただのでっちあげだそんなもん認めねえぞ絶対に認めねえぞこのアホ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 アアホ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 アアホ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 アアホアホアホア そんじゃ、続きを始めようぜ。でも、舞園ちゃんがそう言うなら、話し合ってみてもいいかななんて。あおめえ噛んだなそういうのって怪しいんだぞ。もうまた噛み上がったこれで決まりだやっぱおめえが犯人だおい、ナイギ言い訳無用だからなもうおめえが犯人で決定なんだからなだ、だから言ってんだろ口だけなら何とでも言えるって。うーっす 俺の名前は、グアタレオンだよろしくなよおいえすおいぶっちゃけさつーかさへぇーんはありえねえ。やれやれ。わりわりかけっすやへへへへはははははいいじゃんいいじゃんうひょージョークだよジョークくっねえてめえおいこらおいおい ひょっとして、ま、待てって。うま、まじかようー。うーん。なんだそりゃあだそりゃなんか、なんだよじゃなくってさウォしシャーウシュえー、俺って、はぁーはぁひ、はぁブーはぁー,ーはいし、仕方ねえだろうだ、 だから、お前らだってついて、なかったんだ。お、お仕置きって。ちょ、処刑ちょ、ちょっと待ってくれよそうだお、おいおいた、頼むよや、やめてくれ嫌だ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 ー証拠あんのかふざけんな認めねえ俺じゃねえアホ嘘だ黙ってろ嘘どう<ぜ>お